まあ、昨日はあの、CM の次はね、おかげさんでさ、まあ、大盛況でよかったなと思っていて、で、なんかさ、昨日別のところでね、結構大掛かりのセミナーがあったらしくて、まあ、そこでなんか猪俣君がね、セミナーやったらしいんだよ。で、その、まあ、内容なんだけどね、まあ、内容はともかくとして、そのなんか辞めた理由を言ったらしくてさ、で、ちょっとね、ある方から教えてもらったんだけど、やっぱりさ、言えば言うだけちょっとね、自分自身が恥ずかしくなっちゃうんじゃないかなって思うんだよね。なんでかって事実と照らし合わせばさ、分かることじゃん。で、今みたいにさ、Facebook とかでね、とか、まあ、メールだとかさ、直接なんかこう連絡が取れるような仕組みになってると、言ってることやってることってさ、バレちゃうわけじゃん。だね、気をつけなきゃいけないのは、やっぱり事実と照らし合わせてさ、どうなのかってことね。で、言えば言うだけこうやって僕のところにこうさ、なんか話が来ると、事実言わなきゃいけないじゃん。ちょっとさ、自分のなんかことをね、少し考え直した方がいいんじゃないかって僕は思うんだけど、まあそれはね、別に辞めた人だからどうでもいいんだけどさ、まあ、まあ、昨日その中でね、まあ、セミナーやってて、まあ、気がついたんだけど、よく考えるとね、セミナーってあるよな。で、それさ、例えばもうごちゃごちゃになっちゃってるわけだよな。で、お客さんもさ、そのカテゴリーがさ、分からなくなっちゃってるわけだよね。で、さらにほら、なんか個人的なオーナーなんかがさ、セミナーなんかやるよね。でさ、それはその個人的な話でさ、要するに相対的な話じゃないだろ。で、そこってさ、どうなのかなと思うわけ。じゃ、例えば僕なんかがさ、昔ね、まあ、まず勉強会ってあるよね。で、じゃあ相続の勉強するときに、相続の勉強するために勉強会ってのがあって、で、そこの勉強会に行くとさ、ちゃんとした人がね、ちゃんとね、実務に基づいて話をしてくれるから勉強になるわけだろ。で、その勉強になるっていうのは、実はこちら側がさ、その業務をやろうと思っているからその勉強になるわけじゃん。で、うちの場合はそれもやってるよね、まず一つ。で、もう一つは例えばね、不動産投資のさ、まあまあ、いろんな、まあ、初級から中級から、まあ、上級までやってるよね。それはさ、何かっていうと、相手方が不動産投資をやろうと思っているから当然来るんであってさ、我々実務と照らし合わせて、まあ、分かりやすかったり、実際にじゃあ実務に結びつくためのステップをね、いろいろ話するよね。これ役に立ちますよね。ところがさ、もう一つはね、例えば、新規事業の参入とかね、例えば企業としてやる場合には、こちら側が企業だから、要するに、その新規事業の話を聞きに行って、そこに参画するかしないかっていうとか、参考にするかしないかっていうね、こともやっぱセミナーでやってるね。まあ、これもある意味では勉強会なんだよね。で、それで今度はさ、ビジネスコンテンツとして、まあ、導入するときには、じゃあ例えばいろんな、まあ、今回のね、うちの加盟店とか、うちの何ていうか、いわゆる、協力店とかさ、まあ、協力の業者とかが来ていろいろやってるよね。これはさ、うちの会社が実務として付き合ってる人たちが来ていて、で、それの、要するに商品を説明してるわけだろ。で、だから逆に言うと、うちが実際にやってることをね、告知する意味では非常に来たお客さん参考になるはずなんですよ。で、だからある意味でね、そういうさ、そのセミナーごとにいろいろさ、その目的が違うじゃん。ところがさ、今世の中でやってるセミナーね、まあ、いろいろと調べてみたらさ、なんていうかな、自慢話してみたりね、役に立ちもしないことをさ、本に書いてみたりね、あとやってもいないことをさ、言ってみたりね、できないことをできるように言ってみたりね。で、それってさ、正直言ってさ、我々が見たらすごい迷惑な話じゃん。で、ね、うちの場合はどうなるかっていうと、ね、要するに例えば相手方が、ね、企業の場合は企業向けのセミナーをやっていて、それは実際に実務としてね、役に立つようなこともやってるし、あとはさ、問題なのはこの、迷う人のほとんどっていうのが、不動産の投資をこれからしようと思っている人たちが、その迷い込むわけだよな。そうさ、相手方はセミナーが目的でやってる人たちっていっぱいいるわけじゃん。で、それでさ、そこに行ったからといって、結局ね、行きました、分かりました、でもじゃあ何したらいいんですかって言った時には分からないわけじゃん。で、それってさ、何かさ、時間とお金にメリットあるんですかって僕は思うわけ。
で、うちの場合は違うじゃん、ね、ちゃんと実務に基づいてやってるし、で、あとはね、あの夢物語まで語らないし、ね、あの、いろんな意味ではさ、ね、要するにちゃんとした、ね、身の丈に合ったあの提案をちゃんとするからちゃんとできるわけだろ。とか、いまだになんか首都圏でね、あの、自己資金なしでもできますよ、ね、なんて言って、ね、やってる人もあるけども、ね、それはさ、違法なやり方でね、やってる会社もあるわけで、それバレたら一生不動産投資できないでしょってこと、ね、で、それをさ、なんかいかにもね、普通のようにね、やってたりするよね、そのいわゆる業者さんと組んでね、要するに売価を上げて、で、要するに金融機関騙して、で、制約してね、変えたかといっても、これは違法なんだから、わかる？ね、うちの会社でね、辞めた社員がさ、やってる会社もあるけども、いや、違法なことをさ、平気でやる人たちっていうのは、また事業で違法なことを平気でやるだろう。でさ、確かにその時にはね、いい感じに見えちゃうんだよな。でも本当は、それをやったら一生終わりなんだよってこと。ね、実際にうちのお客さんでもさ、あの住宅ローンを使ってね、要するに、不動産投資物件買って、で、結果的にはさ、ローンが組めなくなって、で、いろんなことを清算してっていう人ね、いっぱいいるでしょ。で、それはさ、違法なんですよ。だからやっちゃいけないこと。で、僕たちは、ね、企業として、ね、当たり前のようにその、ね、我々がさ推奨する、ね、物件を要するに、の判断基準をきちっと、ね、教えた上で判断基準の上に売ってるわけだろ。で、うちがさ判断して要するに、これは売っちゃダメだよっていうところを、ね、また買っちゃった人いるわけだよな。で、それはさ、要するにね、なんか知らないけど、これね、うちの会社のにいたから信用してるっていうこともあるわけだろ。違うわけじゃん。だ、ちょっとね、問い合わせし、まあ、今回もね、問い合わせしててくれたから、ちゃんと説明できるけど、要するにさ、やっぱりね、お客さんから見てさ、ね、要するに、誰を向いて仕事してるのってことね。で、それってさ、うちの会社はずっと今までやってきてるだろ。だから、ある意味でさ、今度は、ね、うちの会社の信用力をさ使ってまたね、かっこいいこと言って、仕事するのは僕はちょっと間違いだなと思うわけ。自分のことなんか自分でちゃんとやんなさいって話だと思うんだよね。で、これうちの社員誰が聞いても分かることじゃん。だからそこはやっぱりね、僕はね、仕事は正々堂々とやる、ね、要するに当然だけども、ね、道徳倫理法律があるわけだろ。で、その中でやっぱり正々堂々とやんなきゃダメ。で、お客さんについてもそうじゃん、ね、やっぱり正々堂々と僕たちは向き合ってるから、ね、逆に言うとさ、うちが足りないものを今どんどん、ね、補強してるわけだろ。で、補強って何かったら、ね、やっぱ賃貸の管理やってて、ね、件数が増えてきたらやっぱ弁護士の登場する、ね、ところっていっぱいあるわけだろ。で、今までみたいにやっぱグレーの状態でいろんなことをやってるとやっぱり企業が大きくなってくると足元すくわれるだろう。だから、まあ、今回は弁護士を雇って、ね、今、実際に実務の中で法的手続きも、ね、できるようになった、ね、税務もそうだよな。要するに相続対策の仕事をしている、ね、外付けには税理士何人もいるけれども、やっぱり中にちゃんとした人がね、要するに継続的に全部チェックできる仕組みがあるのと、ね、その時だけたまたま、ね、相続だからって相続対策 の、ね、やつをオファーしたところでこの人は継続してその仕事をしてくれないだろう。だからある意味では、ね、うちが中心となっていろんなことをね継続反復してまた相続が始まったら2代目3代目まで全部うちはねお手伝いができる仕組みをね作らないといけないと思ってるわけじゃん。だからそういう面でいくと今ね、うちの会社もまだまだ過渡期だけどもやってることっていうのはやっぱ実務に即するってことね。要するに、実務 に照らし合わせて、ね、結果を出すのがうちの仕事だってこと、ね、そう考えると見てみるとさ世の中うちしかないよねって思うわけ、ね、セミナーもいろんなとこやっててね、この間ちょうどうちがねセミナーね募集かけてるところの、やつを上から下までずっと見てみるとさ、ね、うちみたいなね、まあ、今回みたいな CF ネットフェアとかうちみたいなセミナーをちゃんとやってる会社ってないでしょ。だって我々から見たらさ裏が見えちゃうじゃん。あ、こいつこの物件売りなんだとか、ね、あ、こいつ売り主じゃんとか、ね、あ、こいつこういうことが目的なんだな、見えちゃうよね。なんでかったらうちは実務に即してるから。で、だから昨日ね、まあ、いろんな方から声かけられて、で、昨日個別相談ん3人ね、声かけられてさ、だから外でね、個別相談ね、やらさせてもらったけども、ね、せっかく倉橋がいるからっていうんで、で、いつもはめんどくさい、ね、手続きが必要だろ、
で、あの昨日に限っては絶対僕はいると思ったんだよな、もちろん。だから、ね、朝から電話バンバン鳴ってさ、ね、あの何時くらい都合取れますか、じゃあ1時半からだったらいいでしょうなんつって、で昨日はね、あの、個別相談してさせてもらったけども、そんなに難しい相談じゃなければ方向性決めるだけだったら大体ね、話して10分くらいで結論出るわけじゃん。でそれをあとは具体的にどうするかっていうのは資料を持ってきてやりましょうっていう、ね、それは何かって言ったら、ね、過去においてずっと実務で、ね、あのやってきたからだから、だからやっぱりね、僕はあのーね、若い時からさ、ずっと実務畑で来ただろ。でさ、なんか別あの学歴詐称するやつもいればね、あの要するに、できもしないこと言ってみたりね、で、要するにさ、本出したら、ね、偉くなっちゃったりねするやついるけれども、俺実はそれ違うなと思ってるわけ、ね、かえってそれ迷惑だよなって思っちゃうんですよ。だから本当は身の丈ね、我々もそうだけども、要するに実力ってものと、ね、身の丈ってものがついてるわけだから、あんまり背伸びしたりさ、人前でかっこいいこと言っちゃダメだと思うな。まああのね、うちのセミナーやる人についてもね、まあ、自分たちで、ね、物件持ったりなんかしてるじゃん。だからある意味ではさ、身の丈だった話だよな。でね、それが大事と思うんですよ。まあ、昨日のセミナーもそうだね、あの、きちっとしたさ、その、金融機関の人たちも、ね、登場してさ、じゃああんたはこれくらいできますよ、ね、っていう説明をしてくれるっていうのも、これも身の丈だよね。その人の身の丈に合ったテーマできちっとやるわけじゃん。セミナーやってる人もそうだね、あんまり無理なこと言わないだろ、今の人たちはね。でそうするとそれが一番参考になるわけ。なんでかったら、要するに自分の身の丈に合った人が一番参考になるからね、僕なんかだともうちょっとね、あのなんとかな、あのやりすぎてるっていうか、ね、あれだから、まあ、参考になるかなるか別としても、ただ僕が若い時にはやってきたことね、であとあの企業をした時のこともあるし、あとは、ね、サラリーマン時代に不動産投資ね、あのやりすぎちゃったこともあるし、でそれに基づいて反省っていうのもあるわけだね。でそれは、ね、実務に基づいて自分が経験したことだからみんな参考になるわけだろう。だからどんどん若い人ね、経験をしてくださいってことで、昨日社員の人たちもね、いっぱい来てさ、まさかあんなになってると思ってないわけだよね。規模の大きさにびっくりしました言ってるわけじゃん、ね、だからそれがうちの身の丈なんだ。だから、ね、昨日事務の人たちもね、多く来てくれたけども、見てみてみんなびっくりするわけじゃん。まさかこんな風になってると思ってないわけだろう。でそれは、ね、企画の人たちとかがもう連日連夜ね準備しながら、ね、あとはセミナーの準備をしたり、まあ、僕なんかだってね、講演直前までさ、まあ、レジュメ作ったりね、それ遅いって言われてはそれまでなんだけどさ直前までねセミナーの準備してね、それで、盗難した時はちゃんと間に合うみたいな、これはプロだからまあ余計なあれだけどね、まあ、そういう面でいくとみんなでね、要するにドーッとやってさ、ね、1年に1回の大イベントで大成功してるわけだから、まあ、これをねどんどん継続しながら、また来年もね、規模を多分拡大すると思うから、まあ、ぜひね、また来年の準備をねもう今日からね、してください、ね、お願いします。以上。